こんにちは。皆様いかがお過ごしでしょうか。ドイツの秋は短くてすっかり冬の気候となりました。晴れた日はなるべく外で過ごしたい、そんな日々を送っています。それでは今回の動画もお楽しみください。交換申請していたベッドが届きました。マットレスの左用が2つ届いて悲しみに暮れたあの日から発送まで3週間、配達業者からの突然の日時変更キャンセルを乗り越えて、ついにやっと段ボールに穴開いてますが、汚れてますが、ベッドに穴が開いてますが、届いたならそれで十分です。細かいことは気にしない、たくましくなりました。ドイツの家は収納が少ないので収納付きベッドにしました。組み立てといってもベッドヘッドとマットレスを金具で留めるだけなんですが、重いベッドヘッドを持ち上げてマットレスについてる金具にはめ込む、4点同時にはめ込むなんて無理なんですけど、笑うしかないです。ベッドが来たのでシーツを見に来ました。海外の素敵な柄もいいけど、まずはシンプルなのを揃えようと思います。この辺が無難かしら。いろいろな色があるけど無難な白にしました。クリスマス柄も出始めました。タオル売り場って大好きです。色と柄が豊富です。ワクワクする季節がやってきました。ドイツに来て思い通りにいかないことばっかりですが、クリスマスが全てを帳消ししてくれる気がします。引っ越し頑張ってるご褒美に一人でデザートを食べに来ました。素敵な店内です。実は一人でドイツのカフェに来るのは初めてで少し緊張してます。週末夫とよく外食をするので注文には慣れてきましたが、聞き取れなかったらどうしようという不安はいつもあります。無事に注文できました。ケーキは持ち帰れるので店内でしか食べられないシュークリームにしました。無事に注文できた喜びと素敵な空間にニヤニヤしています。いただきます。手のひらサイズの大きなシュークリーム、チェリーソースとホイップクリームで甘々かと思いきや、意外と甘さ控えめでペロリといただきました。お腹いっぱいなのでお散歩します。最近思ってることについてちょっと聞いてください。海外で暮らしていると極論健康で元気に生活できればもう何でもいいやという気持ちになります。もし損をすることがあっても怪我なく生きていればもう何でもいいみたいな感じです。
あと、もし病気をしたり怪我をしたら、ドイツ語や英語で対応できる自信がないので、病気しないように、怪我しないように、日本にいる時よりも慎重に神経質に生活しています。外国人でお邪魔させていただいているという気持ちで、礼儀正しく愛想よくを心がけてます。その甲斐あってか、今のところ嫌な対応をされたことはありません。自分の身は自分で守るしかないので、トラブルに巻き込まれないように意識して生活しています。それはどこに住んでいても同じですよね。話を戻しますが、宅配便が予定通りに来なかったり、間違った商品が届いても、まあいいや、いつか来るでしょうとおおらかになりました。相手を期待して思い通りにならなくてカリカリするより、ストレスが減った気がします。今後また気持ちがどう変化するか分かりませんが、その時はまたお話聞いてください。ご清聴ありがとうございました。ケルヒャーを購入しました。というのも、床を拭いても拭いても雑巾が汚れるんです。あと、大きい家具の配達で部屋の中まで運んでもらうとき、靴を脱いでくださいって言いづらくて、これからまだまだ大物家具が届く予定なので、汚れるたびに掃除してすっきりしようと思います。雑巾掛けといえば、雑巾掛けってかなりいい運動ですよね。小学生の頃、雑巾掛け競争やりませんでしたか？あの動きをやると全身運動をやった感じに疲れます。エクササイズのためにケルヒャー買うか迷ったほどです。床がピカピカになって心もすっきりしました。最後までご視聴いただきありがとうございました。私の独り言にお付き合いいただきありがとうございました。お楽しみいただけたらグッドボタンお願いします。チャンネル登録もお願いいたします。それではまたお会いしましょう。チュース。